いつもご利用いただき誠にありがとうございます。今回はお瓶ですね、シミの付着状況なんですが、何か色素のシミだとは思うんですが、どういう状況かは、色にじみかもしれないですけどね、こういう状態で色にじみがして発生している状態ですね。はい、これを今から染み抜きしていくんですが、事前にほどいてあるんですが、こちらはですね、弊社にご依頼いただく前にですね、着物の染み抜き専門業者の方でね、鑑定を依頼したそうですが、その際にほどいたそのままの状態でね、ご依頼いただいております。こちらとしてはね、助かるんですが、手間が張ってて、一度専門業者の方に依頼したところ、これは手に負えないということで、弊社の方に再度、除去できないかということで、ご依頼いただいております。はい、見た感じもすでにね、かなり重症なのはよくわかりますが、事前に少しね試してみたところ、なんとかできそうかなっていうところがあるんで、進めてはいきますが、本来はここまで広範囲にこういったシミが付着すると、帯の場合も致命傷になってしまうことが多いですのでね、気をつけていただきたいんですけれども、どこまでできるかというところではありますが、進めていきます。出てるのかどうかは分からんけど、柄っていうか、この横の処理では下から抜きにくことはないんだ。いや、厳密には分かんないけど、今んとこそういう気配はないけど、ちょっと出て、
さえ広範囲に出したくなります。綺麗になりそうだけどね、使えるぐらいにはなると思いますけど、後でもっとしっかりきついと頑張らない。
して乾いた木を扱う。やっぱり裏から出るな、これ。お火を焼きにしたってことは。はいはい。あれは長いことだ。今ざっと持ってみましたが、厳密にはうっすら残ってますが、なんとかそうですね、濃い着色、濃く着色状態はなんとか解消されますそうですので、続けてやっていきますけど、もうちょっとしっかりすすぎがしたいな。でもやっていくしかないんでね、はい、そのように続けていきます。はい、帯の染み抜き完了しております。はい、水濡れしたことによる色移りだったかと思います。はい、色移りした状態が広範囲に激しく生じている状態でした。はい、正直申し上げてね、やはり完全には取れておりません。はい、このような感じでね、うっすらと残っている状態です。はい、画像で見るよりもね、はっきりとね、識別できるんですよね。はい、ただ最初の状態に比べれば、かなりの改善は見られてはいるんですが、そうですね、ちょっとやはりこれはお代を請求するのはどうかなっていう状態ですね。改善は見られましたが、はい、ちょっと残念ながらね、返品扱いということになるかとは思います。はい、遠目から見てね、そうですね、意識しなければもしかしたら締めていただけるのかもしれないですけれども、そこはもうお客様に委ねることとなりますが、当方の判定としては状況不成立ということでね、今回は残念ながら、取り扱いさせていただくことになるかと思います。はい、なかなか大変でした。
はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。